はい、米粉パン教室アトリアル講師の大西涼子です。今日はね、素敵な方をゲストにお迎えして、いろいろとインタビューさせていただけたらと思っております。はい、では、ひろみさん、軽く自己紹介お願いできますでしょうか。はい、米粉パンと甘酒を使ったシュガーフリースイーツの教室を主催しております。アトリエニコの多田ひろみと申します。よろしくお願いします。ひろみさんはね、それこそちょうど1年前、2月にね、1年前の2月に、トリアルのウェブ集客講座受講していただいたかなと思うんですが、その当時どんなことに悩んでたか軽くお聞かせいただけますか。はい、私もともとその会社員をしてたんですけど、その教室に関するノウハウとか本当に全くなくて、本当にゼロの状態でスタートさせようと思っていました。で、一番やっぱりすごい気になってたのは集客をどうしようかっていうのはすごく思ってました。で、もともと仕事をしていたところも別にすごい普通の事務職だったので、営業ができるとかそういうタイプではないし、でもともとその喋るのをすごい得意ではないタイプで、今はねですけど、全然喋れなくて、ちょっと一歩後ろで見てるようなタイプだったので、本当に集客どうしよう、お客さんが来てくれないと、生徒さんも来てくれないと、まずパンもね一緒に焼けないなってずっと思ってたので、そこが一番の悩みでした。これ私が聞きたい素朴な疑問なんですけど、ずっとね事務職やられてたじゃないですか、やられたって話だったんですけど、なんでこの今はね米粉パンとシュガーフリーの教室されてるかなと思うんですけど、なんでお教室やりたいって最初思ったか軽く聞いてもいいですか。もともとその出発点は自分の体の不調だったんですね。で、もともとフルタイムとか時短とかで会社員やりつつ、で子供が生まれたので時短で復帰したんですけど、やっぱりちっちゃいと子供がちっちゃいと保健からことね風邪をもらってきたりとかして、やっぱ自分も最終的に風邪ひく、でその度に病院にかかって薬を飲んでいて、で薬が原因でアレルギー発症して死にかけた経験があります。なんでそこが原因でやっぱ自分の職に対する思いとか見直しを初めて、絶対これやらなきゃいけないなって思って始まったんですけど、で会社員をしながら投資の方もしていまして、で会社の会社に投資の方の利益がきちんと出せるようになったので、まあ形としては脱サラという形なんですけど、脱サラをして皆さんに健康の大切さだったかだったり、食べるものの大切さっていうのを知ってもらいたくって教室業をね始めました。まさにね自分が経験したことですもんね。食で救急車運ばれて食の大事さを知って、でいろんな全国のママさん等々にね、アレルギーのお子さん持ったママさんもそうですけど、きっとねみんなに食の大事さを伝えたいってところでお教室スタートしたということでね、本当素晴らしいなと思うんですが、ね、始める前から集客のことを考えてるっていうのがさ、そもそもすごいことだったりするんですけどもね、実際にウェブ集客講座っていうアトリアルのね講座を受けていただいてどうでしたか、どんな変化があったか等々聞かせていただいてもよろしいでしょうか。うち3人子供がいるんですけど、下2人が自宅にいて、でちょうど2歳0歳っていうね一番手のかかる時期だったんですね。でその時期の子供を抱えながら自分のパンのスキルも上げながら講座を受けるっていうのはちょっと、ね、正直しんどかったです。頑張ってくれてたのは感じてました。本当から語ってください。大変だったし、で講座を通じて LP ってものを人と作るのが目標でもあったので、それをやっぱ作るのもすごい時間がかかる。で自分が誰に向けて何を発信したいのかって、まずそこを整理するっていうところも自分と向き合う時間も必要だし、やっぱすごい今までしてこなかったことを一つ一つ確実にこなしていかなきゃいけないっていうのはちょっとやっぱり大変なところはあったんですけど、でもやっぱりいざ LP が完成して生徒様に見てもらったり、他の東京の米粉パンの先生とかにも見てもらったりするんですけど、もう皆様からそのすごいもうこの LP 感動したってよく言われることがあって、そこもすごい感想をいただいて嬉しいんですけど、やっぱりその教室の一つのこの顔としてちゃんとしたホームページっていうのがあるっていうのがあると、やっぱり信頼性が増すのかなって思いますので、そこが一つ自分で作れるようになるっていうのは大きいのかなと思っております。本当にその通りで、自分で作れるようになるっていうのがすごく大きいし、やっぱり人に頼んで作ってもらったもので感動したって言ってもらえないと思うんですよね。 LP って何かっていうと、見ただけでね申し込みしたくなる
ホームページをみんなで作ろうっていうのがうちのウェブ集客講座の最終課題ではあったりするんですけど、それを作るにもやっぱり自分のことを知ったり、どんな人に来てほしい、どんな人にどうなってほしいっていうのがちゃんと自分の中で整理してないとね、一目見ただけで申し込みしたくなるようなページっていうのは作れないかなと思うので、簡単ではなかったりはするんですけど、一個ページが作れるようになると次動き出すのってすごく早くなかったですか？早かったですね。で、やっぱり一つ目作る、生み出すのはすごく時間かかるんですけど、そうで、二つ目を自分でいざ作ろうと思ったら、もう本当にサラサラサラっと作れたので、で最近もお米パンっていうパンのコース講座の LP、ホームページを作ろうと思って、やっぱちょっと年末年始でバタバタはしてたんですけど、集中したら3日4日ですぐささっと自分でできたので、もうすごい自分の中でも自信になります。しかもね、それももうすでに満席なんですもんね。ありがとうございます。そう、なんか皆さんにやっぱり見てもらって、うん、説得力が増したねみたいな感じで、ちょっとこんな感動もね、直にいただけるって嬉しいですよね。大変ですね、本当にやっぱり時間削って、睡眠時間削ってガーッて作ったページではあるので、それに対してやっぱりちゃんと感想というかフィードバックがもらえるっていうのはやってよかったなって思っております。もうこの1年でね、もともとできるし行動力もあるし素晴らしいひろみさんなんですけどね、大進化を遂げたんじゃないかなと肌から見てて思ったりしております。3人のね、ちっちゃいお子さんを育てながらやってるってところがまたね、もう1歳にはなった、一番下の子1歳半ですね。1歳か、そうか、その当時はね0歳だったけどもね1歳半にはなったっていうところで、どうですか、そうは言ってもまだまだ大変、1歳半手かかりますか？そうですね、やっぱり3歳のが大変かもしれない。3歳のが大変か、そうかそうか。3歳と1歳半で、一番上のお姉ちゃんがまだ、でもそれでも 8歳とはいえ、ちょっとめんどくさいタイプというか、お姉ちゃんなので、もう ずっと付きっきりのところはあるんですけど、まあ、それでもね、日中は保育園預けてたりはするので、自分はやっぱりその時間を作って、ちゃんとこの時間は仕事するぞっていうふうに仕事モードの切り替えとかはしているので、ここまで差し迫った感じではないですね。それこそ ね、お子さんと一緒に生活しながら教室ができるっていうのもね、パン教室オンラインのね、それこそオンラインも対面も両方されてるかなと思ったけど、いいところだったりはしますよね。はい、ありがとうございます。最後にどんな方にね、アトリアルのこのウェブ講座おすすめかってところを聞いてもよろしいでしょうか？はい、もう本当に全ての人におすすめはしたいですね。でもやっぱりその一番初め、自分もその一番初めどうやって教室運営していったらいいか分からなかったので、本当に初心者、一番初めの方だからこそ、受講してもらいたい気持ちはやっぱり一番強いです。一番最初にこれ学んでおきたかったですってね、結構言われるんですよ。すでに10年とか15年とかを教室してる方も実は受けてきてくれるんですけど、これ最初から知っておきたかった内容でしたって言ってもらえるのがね、やっぱり嬉しいし、ね、最初から、ね、学べてるひろみさんは本当に強いかななんて思っておりますが、もうね、私から見てたらひろみさんやりたいようにやられてる、やりたいって言ってたことを全て叶えられてるななんて思うんですが、今後どんな風にやっていきたいとか、未来の展望、教室こんな風にしていきたいよとかあったら教えてもらってもよろしいでしょうか？はい、もともとその私がそのアレルギーがね、きっかけで健康を見直したってとこなんですけど、それと同時に出産後、一番初めの一番上の長女出産後、やっぱり心のバランスも崩すことになっちゃって、でお互いほんと体も悪くなる、心も悪くなる、で負のスパイラルにはまっていったんですね。で今はそのお米パンですとか、そのシュガーフリーとか米粉パンもそうなんですけど、体に対してのアプローチを今してるんですけど、次は心に対してアプローチを何かできればなというふうに思っておりまして、直近の講座ですと、その市中生命ですね、市中生命の方の講座を今計画しております。で4月5月ぐらい、ちょっと時期が未定なんですけど、できたらいいとは思っていて、でただ私が鑑定するだと、やっぱり私がお伝えすることで限られちゃうし、人数も限られてしまうので、自分で生徒さんなりお子さんなりご家族のことを見れるような市中生命のことを学べる講座をやりたいと思っています。そしたらやっぱり自分でね、こういう感じかなと思って検討つけて対応することができるので、自分の家庭の中もそうなんですけど、自分 の, お教室ね、お教室 の生徒様に対してもアプローチはできるのかなって思っております。で最近はお米パンの方の講座のね、募集というか説明会の方もさせてもらったんですけど、そちらの方ではこちらのその市中生命
名 の, あのスキルを使って、あのすごく皆さん満足していただいて、あのほとんどの皆さんも本当に90%の方は皆さん思っていただいておりますので、すぐ使えるスキルなのかなっていうふうにも思っております。ですね、もうね、教師の先生にも四柱推命本当におすすめかなと思いますので、気になる方はひろみさんのね概要欄にひろみさんのインスタグラムのねアカウントの方を載せておきますので、よかったらチェックしてください。本当に今日はね素敵なインタビュー撮らせていただいてありがとうございました。今後もお願いします。失礼します。